高でしかないな。もうお尻がね。もうケツも最高。綾野のケツと萌えのおっぱいと波が最高。What patience! What patience! Yeah!太陽出てきてメロサーフやな。
ですよ、やっぱこれ。やばいですね。パーキングがないもやばいで。マジないやんけ。うわやな。ここ行けんじゃん。あ、行ける。行けるやろ、これ。さっき今いたんじゃないですか、じゃあちょうど。これ行けるやん。イエーイ、ラッキー。これギリ行けるやろ。全然行けます。俺の大好きな。Oh, but you know you're young. Yeah.
やろ、めっちゃやろ、大好きなんやろ、ここ。いますよ、ありがとうございます。うまそう、ビール念願の念願のアル中全力です。サルしようや、もっとサルサルサル、うまい、サーフィングが一番うまいな、ビールやっぱり。あーうまい、いや、これオーシャンビーチ。これオーシャンビーチ。そう、オーシャンビーチ。かっこいいなこれ。これオーシャンビーチ。なんか青くないけどね、なんか、うん、変かな。青い方やばいだろ。青いピザ食べたくないわ。食べたい。食べましょうよ、撮影やめて。オーシャンビーチ買って。ピザはみんなで食った方がうまいんですよ。絶対うまいやつやこれ。入りますよ。ちょっと狙ってかっこいいこと言おうかな。やっぱりメジャーリーグっていうのはあれですよね、俺の生活の一部なんですよね。いかん、思いつかん、なんもかっこいいこと言えん。いやー今日も楽しみだ。もういやなんかね、ほんまもうね、何百回来てんのに、何十回か、いや何百回か、全部で20年毎回ドキドキするってワクワクするんですよね。ほんまに20年通ってんのに毎回ワクワクする。楽しんでいかないと。めっちゃいい席です。
なんであれ外野の前の方いっぱいいるか知ってます？あれホームランボール狙いに来てんすよ、大谷君とか。大谷君のホームランボールで一番長く売れるから。しかもポール際のポール際が一番近いとこ一番埋まってるでしょ。あそこ一番ホームランが出る確率が高いから。だからあそこ100ドル、100ドルすんの。100ドルこっちの方は40ドル。メジャーリーグ豆知識ありがとうございます。最高ですよ。負けたけど。そうです。明日から僕の1週間が始まります。